こんにちは、ポピュラチャンネルのポピュラです。最近私がよく使う有線のイヤホンがすっごい断線しやすくて、100円ショップで売ってるやつなんですけど、なんか最近使い方が悪いのかすぐ断線しちゃうんですよ。1週間も持たなくて、どうしようかなと思って Amazon 開いたら、たまたま本日限定の1000円引きの商品があって、それを買ってみました。こちら Bluetooth イヤホンです。お値段はこの日限定で3980円でした。今見たらもう4980円になってて、クーポンとか持ってないとちょっと割高になっちゃうんですけども、買ってみました。すごくレビューとかも評価が高くて、本当なのかなって感じなんですが、早速開けて確認したいと思います。まず開けるとこんな感じ、 iPhone のケースと一緒だね。こんな感じになってて、おお、あ、これなんかないいじゃんこういう見た目になってます。なんかこのまま飾ってもいいかもしれません。中にはさらにこう透明なやつがあって、え、なんか使えるじゃんこれ、え、なんかいいなこれ好きだわこういうの。中にはイヤホンが2つと、まあよくある充電のケースですね。開け方は普通にパカってやればいいのかな。この多分これがボタンって開けるとこんな感じになってます。で、あとは、まあ、この黒いのはウレタンなんですが、取り扱い説明書が入ってますよ。お、日本語でちゃんと書いてる。なんか会社名的にはなんか中国系なのかなと思ったんだけど、ちゃんと日本語で書いてます。あと白い箱が入ってますが、これは充電ケーブルですね。取扱説明書見ていきましょう。ちょっとフォントが気になるけど、日本語は問題なさそうです。よかったよかった。あとなんか見た感じ、なんか収納袋とかイヤーピースとかもなんか入ってるらしい。どこに入ってる？イヤーピース、あ、入ってた。イヤーピースと、なんか収納袋も入ってて、あとはコードが入ってました。使うときあるのかな、こういうのって。よく収納袋ついてくるじゃんとか、どういうタイミングで使うんだろう。私のこの iPhone11 で使えるかを試したいと思います。これ箱開けたら、そういえば電源つくいってんだねこれ。だからどうすればいいんだろう。一旦この中に入れた方がいいのかな。あ、接続できました。この箱を開けっぱにしておくと、あの iPhone の Bluetooth の画面でちゃんとこのイヤホン名が表示されるんで、そこを押せば接続ができるみたい。これでも OK かな。外してみましょう。よいしょ、外して耳につけます。 L とか R とかは書いてないです。どっちがどっちだろう。まあ適当に刺そう。今片耳だけイヤホン音が入っている状態で、もう一個の方が音入ってないんですよね。今ちょっと説明書見ながら両耳入らないか確認します。今実際に聞いてるところなんですけれども、音質はすごくいいと思います。やっぱり100均とは全然比べ物にならない感じで。あと気づいたんですけど、これ耳のところをタップしたりすると音量が変わるんですね。こっち L 側を一回、ここの部分をタップすると音が小さくなって、こっちの R 側のここの伸びてる部分を一回触ると音量が上がるんですよ。で、どっちでもいいんですけど、2回タップすると音楽が再生したり停止したりとかするみたいで、あと3回長押しをするとその音楽が最初からに再生されたりとかで、とても機能面も充実してて便利だと思います。ただ間違えて触って音量が爆音になったりする可能性あるので、それだけ気をつけた方がいいと思います。本日はこちらの Bluetooth イヤホンをご紹介いたしました。いや、音量すごくいいな。今イコライザーとかまだ変更してないんですけど、すごくいいと思う。個人的には iPhone に最初からついてきてるイヤホンよりはすごくいいと思うし、AirPod とかそういう系の高いやつよりも全然いいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございました。